らあら、気づかれてしまったわ、ミノト。無念です、日の姉様。完璧に気配を消していたのに。完璧な忍び足だったのに。さすがはカムラの里でも、指折りの強者。まだまだ、私たちは修行不足のようです。え？勝手に入ってきちゃダメ？嫌ですわ。同じ里のよしみ、家族のようなものじゃないですか。そんなことより、佐藤さがあなた様をお呼びです。支度が済んだら出発いたしましょう。参りますよ。おお、日の絵、ミノト、ご苦労。たった今、フミが届いたぞ。近々、百竜夜行が起こるそうだ。ついに、始まってしまうのですね。50年前に里を襲ったあの悲劇、一時も忘れたことはない。あまたのモンスター、すなわち百竜、その大襲来、すなわち夜行、原因不明の災いにカムラの里存亡の危機。近いうちに砦で遠征することになるだろう。佐藤を守らねばならん。ご心配には及びません、佐藤さん。私たちカムラの民が日々修行を重ねてきたのはまさにこの時のため。姉様、早速準備に取り掛かりましょう。頼もしい限り。ほほう、めでたい。おお、佐藤さん。その前に、まずはあちら。
雑貨屋へようこそ。次で最後ですよ。そうそう。おめでとう。ありがとうございました。いかがでしょう。行こう。